で起きたあれだし、リアルでどうこうなるあれじゃないよね。けど、あの子たち、大丈夫かな。嘘！覚えてない？こんな白状も！ほら、私をかばってくれたデジモンたちだよ。ちょっと心配だな。あの子たちがいなかったら、きっと今頃…なんか私ってば、子供の頃からああなんだよね。大事な時になるといつもビビっちゃうっていうか、頭が真っ白になって動けなくなっちゃうみたいな。君にも嫌な思いさせちゃったかな。本当ごめん。あ、それはそうだ。君もショッピングなう？電脳探偵になったんだ。すっごい、電脳探偵か。電脳探偵ね、電脳探偵。あ、何それ、電脳探偵？別にいいけど、てかいいか悪いかもわかんないけど、なんだかすっごい思い切ったんだなって。まあハッカーになるとかより全然いいかも。あいつハッカーだったよ。助けてはくれたけど、あれ完全にハッカーだったよ。なんかちょっとへこむな。嘘つかれてたわけじゃん。あれから会ってないんだ。うーやだな、気まずいな。こういう時は地味犬の新曲でも聴いて、悪魔的になろう、老人形になろう。挨拶回りは済んだようだな。かなり個性の強い面々だが、さすが中野に住まう人々といったところか。うん、さて次は町に出てもらうぞ。反電脳体の君が現実世界に完璧に溶け込めるかどうか、順応テストの最終段階といったところだ。新宿で聞き込みをしてきたまえ。君のことが噂になっているかもしれない。何せあの姿を目撃されたのだからな。その間私は私の仕事を片付けさせてもらう。又吉刑事にも調査結果を報告しておかないといけないのでね。それと一つ重要なことを伝えそびれていた。君の母親のことだ。親御さんが仕事で長期海外出張しているのは不幸中の幸いだった。君が倒れたと聞いて帰国しようとしていたところを間一髪、すぐに退院すると連絡して引き止めておいた。君からも連絡して安心させてあげたまえ。親御さんの様子はどうだったかな。うん、問題なさそうだな。安心したようでないので、これからは連絡が来ることもあるだろう。親御さんの件は君に一任する。しっかり対応してもらう。これはでは行動開始だ。新宿へ向かいたまえ。オタク、なんともなかったんだな。ん？俺か？
ま、見ての通り、こっちも一応問題なしだ。強いて問題を探すとしたら、ノキアのやつかな。資金には刺激強すぎたはずだぜ。ま、ほとんど自業自得だけど。にしても、あの化け物、初めて見たぜ。なんとなく噂には聞いてたけどよ、他のデータを捕食する危ねえプログラムがあるってな。あの後運営に問い合わせてみたんだが、知らぬ存ぜぬの一点張りだ。どう考えたって不自然だと思わないか。あんなもん運営が気づいてないはずないだろ。どうにも気になるんだよな。ちっとばかし本腰入れて調べてみっかな。少なくとも公式のイベントや底辺ハッカーの悪ふざけってのはなさそうだ。ん？俺がハッカーかどうかって？まあそれはなんつうかあれだな。まああれだわ。あっと、俺約束があったんだった。そんじゃまあ行くわ。またそのうちな。お前こんなところで何やってるんだよ。おふくろさんとこ行ったんじゃねえの？海外、あーなんつう国だっけ。なあさくら、どこだっけ。そうだね、群馬。ば、絶対ちげえよ。つうかそれ外国じゃねえよ、日本だよ。そうだね。たく、最近ずっとこの調子だよ。なんか地味犬にハマったらしくてよ。四六時中地味犬地味犬うるさかったと思ったら、今度はこんなだよ。家じゃずっと地味犬の PV 見てるらしいしよ。さすがに心配だぜ。つうか、お前だよ、お前。海外行かずに何やってんだ？で、電脳探偵？なんだそりゃ。なんか、すげえ熱くなる響きだな、電脳探偵。なあ、さくら、聞いたかよ。こいつ、電脳探偵になったってよ。おい、おいってば。サワサワ。うわあ！今ならいけると思ったんだ。つうかお前、地味犬知ってんの？バンドだよ、バンド。なんか最近地味に売れてんだぜ。何がいいんだか俺にはさっぱりわかんねえけど、まあ曲はそこそこ良かったりするけどよ。とにかくお前が電脳探偵になって学校サボりまくってるってことは分かった。送別会したのにな。俺泣いちゃったのにな。けどこれからもお前に会えるならいっかな、さくら。まあそういうこった。
先頃目撃された君の姿も大した騒ぎには発展しなかったようだな。その様子ならば君も大手を振って街を歩けるだろう。ところで話は変わるが、君に新しいエデンアカウントを用意した。現在君のアカウントはエデンネットワーク上で正しく認識されていない状態だ。そのため通常手続きでエデンにログインできない。コネクトジャンプで侵入できるとしても不正なアカウント扱いではまともにサービスを利用できない。そのような状態では職務にも差し障る。今後は用意した新規アカウントでログインしたまえ。さてそろそろ時間だな。仕事の時間だよ、ジョシュ君。クレミ探偵事務所はこちらでしょうか。約束した時刻通りか。なかなか優秀な依頼人のようだ。ようこそクレミ探偵事務所へ。どうぞお入りください。失礼します。あなたは。お、君たちは知り合いか。いえ、知り合いというほどでは。まあいいでしょう。依頼人の山科優子さんですね。はい、私が山科優子です。では依頼内容を伺いましょう。そちらのソファーへおかけください。はい。父が、私の父が消えてしまいました。消えたとは？行方不明になってしまったんです。探偵さんには消えてしまった父、山科誠を探し出してほしいんです。お父様に関する情報はありますか？はい、父の基本的な情報はこちらに。データを送ります。ですがその中で手がかりになりそうなのは父が使っていたエデンのアカウント情報くらいで。アカウント情報を問い合わせると現在もアクティブな状態なんです。でも呼びかけても応答しない。全く反応がありません。父を見つけ出してください。わかりました、お引き受けしましょう。よろしくお願いします。ではすぐに調査を開始しましょう。進展があればお知らせします。連絡先を教えていただけますか？いえ、その必要はありません。しばらくしたらまた来ます。それではこれで失礼します。なるほどな。山科誠のアカウント情報が確認できた。結論から言えばこのアカウントは何者かに乗っ取られている可能性が高い。アカウントの動きに不自然な点が多々見受けられる。同時に複数の山科誠がエデン内をかっ歩していたりな。最近巷をにぎわしているアカウント狩りに間違いない。君にはまず現在もアクティブな山科誠のアカウントの追跡から始めてもらう。
アカウントの乗っ取りは往々にして組織的な犯行であることが多い。エデンで聞き込み調査をすればアカウント狩りに関する情報が何かしら得られるだろう。出番だワトソン君。エデンへ赴き聞き込み調査をしてきたまえ。Thank you.
あ？なんだてめえは！こんな場所にのこのこ現れやがって、舐めてんのか？無限にワンナップすんぞ！なんだ、おめえもお仲間じゃんかよ。新顔かい？ちゃんとアカウントを買ってきたかい？へえ、やるじゃん！今度僕と一狩り行こうよ。約束だよ。と、君、いいタイミングで来たね。いるよ。ほら、あそこ見てみ。あれがメフィストさんだよ。乗っ取ったアカウントはあの人が直接買い取ってくれるんだよ。おう、もう行っちゃうのかい？ちょっぴり決まっちゃってる人だから気をつけてね。アカウント早くよこせ。アカウントアカウント。あ、早くアカウントよこせ。アカウントアカウントもももちょ、君、メフィストさんに何したの？メフィストさん決まりすぎちゃってるじゃないの。もう持ってつけないでさ。なあ、お前エロアカウントよこせ。お、落ち着いてくださいよ、メフィストさんさ。ほら、新顔が怯えてますから。メフィストさんさ、俺にレアなキラキラ光る綺麗なアカウントよこせ。おお、ダメ。なるほど、無事で何よりだよ。しかし、なかなか面白い顛末だったようだな。デジモンをコレクションする人間がいるんだ。その逆もまたしかりか。人間のアカウント情報をコレクションするデジモンがいても、
何ら不思議はないのかもしれない。しかしそのメフィストさんとやら、刺激していたはずのデジモンに精神データを完全に乗っ取られていたようだな。現実世界における影響を確認しておきたかったところだが、今回の調査とは無関係。またの機会にしよう。デジモンが集めていたアカウントは撃破によって解放された。山科誠のアカウントもね。ご苦労だった。事務所に戻ってきたまえ。主従の関係はいつでも逆転の波乱含みか。私も肝に銘じておくべきだろうな。そう思わないか、ワトソン君。山科誠のアカウントが解放されたおかげで、アカウント情報をサルベージすることができた。現住所もすでに確認済みだ。その過程で入手した家族構成を調べてみたところ、面白い事実が浮かび上がった。依頼人山科優子とここにある娘の情報が明らかに食い違っている。やはりと言うべきか、あまりにも浅はかと言うべきか。ん？君にはまだわからないのかい？どうやら我々の主従関係はしばらく安泰だな。とにかく山科誠の現住所へ向かうとしよう。失踪中の山科誠の住まいに一体何が出てくるか確かめてみようじゃないか。はい、どちら様ですか？こんにちは。こちらは山科さんのご自宅で間違いないですか？そうですが、あなた方は？いえ、実は人を探していまして。失礼ですが、あなたのお名前を伺っても？え、私は山科誠だが。では、山科誠さん、一つお聞きします。この近くで行方不明者が出たらしいのですが、その人物に心当たりなどは？行方不明になった人物？いや、私には全く心当たりないが。そうですか。ご家族の方にもお話を伺いたいのですが。あいにくだが、妻も娘も外出していて。娘さんは今どこに？パパ、どうしたの？ああ、帰ってきたか。ちょうどよかった。お前と話をしたいって人が来ていてね。これが娘のチカです。え、何ですか？こちらが山科さんの娘さんですか？他にお子さんは？いや、チカ一人だが、どうしてそんなことを？あなたたち一体何なの？それがこの近くで行方不明になった人がいるらしいんだ。お前、心当たりあるか？行方不明？うん、知らない。聞いたことない。だそうです。すみませんね、力になれなくて。いえ、ご協力感謝します。おかげで必要な情報を手に入れることができました。ところで山科さん、お気づきでしたか？あなたのエデンアカウントは乗っ取られていました。エデン？しかしご安心を、すでにアカウントは取り返してあります。使用しても問題ありません。ん？山科誠さん、どっか帰ってください。ん？いいから早く帰って。行方不明者のことなんか知らないって言ってるじゃない。行こう、パパ。強引に追い返されてしまったな。その分得られた情報は大きかったようだ。
山科誠の本当の娘はこの山科千佳で間違いない。となるとあの依頼人は山科誠の娘を語って依頼してきたということだ。語った理由について大して興味はない。だが依頼人が山科誠の何を探りたいのか、背後関係に何があるのか、大いに興味をそそられるところだ。そして気になることはもう一つ。まあそれは置いておくとしよう。依頼人はまた事務所を訪れると言っていた。お楽しみの到着をコーヒーでもすすりながら待とうじゃないか。さあ事務所へ戻ろう。どうも。来たか。予想していたより随分早い。やはり優秀な依頼人のようだ。どうぞソファーへ。調査は終了しました。結果を報告しましょう。と、以上が今回の調査結果です。アカウント狩りにはザクソンというハッカーチームが絡んでいました。ザクソンが。山科誠は行方不明でも何でもなく普通に生活しています。娘の千佳と妻と3人、仲睦まじく。では今回の調査はこれで終了とさせていただくが、よ、はい、問題ありません。ありがとうございました。いつでもどうぞ。次はぜひ本名でいらしてください。上白優子さん。